てっぺんに駆け上がれヒット祈願の旅。また階段やで、1000段ぐらい行ってるから。だからいや1000段プラスのこれなんですよ。行ってるからじゃなくて、そうよし行こう。なんかおかしいな。待って待って、なんかさっきの1000何段よりさ気持ちいい。疲れない。苦労してたどり着いてます。苦労坂。えすごい、うわえ綺麗、すごっ。こんなとこあんの。え待って、何あれ。シートベルトを締めたいと思います。最高やん。待って、わあすごい。これっすかね、勝ち守り。え、で待って、すげえ。僕のメンバーカラーの紫の勝ち守り、やっと紫色のお守りを無事ゲットできました。マジで上やばいじゃん。やばい。え、これほんまにえぐない。え、マジで上が見えない。え、うわすげえ、やば。もしかしてここがゴールか。いやすごいわ。もう半分やで。え、もう半分。すごいすごいすごいす、気持ちいい。すごい、すげえ。赤ゲットしました。よし正解です。イエーイ。すごい。じゃん。自然の神秘、青が眩しい夢の架け橋でヒット祈願せよ。すごそう。行ってきます。やばっ、すごっ。すげえな、山と海に囲まれてて。いい県やな。みんな黄昏れてるやん、もう2時間かかりますよ。おい寝るなよ。お前旅行やんけ、それしだしたら。なになに。2時間、2時間で今から。え、今から到着までに。しゃあないか。いや、しゃあないでしょ。なんかさ、関西弁になってきてません、みんな。そんなことない。関西弁になってきてません。しゃあないか。いや、マジで、あの、うつんねん。マジでうつんねん。カンズ、ほんまに後で変われや。おう、めっちゃ下手やな。めちゃくちゃ下手やったな、今。海って広いな、確かに。そうか。あと、あったかい日って。ビールうまいよ。いや俺は全然わかんないです、気持ちが。いいな。寒い日の露天風呂って気持ちいいよね。あ、全員が承知のこと言っていかなあかんの。時計って進むし、あの深そうで時間って戻らないし、そうそう深そうで浅いことで。人って死んだら生き返らないから。重いのよ。まあ重い、重いけど、ね、浅いよな。同じ普通のこと言ってるだけだもんな。そうそう、人生二度ないぜ。だからなんか重いのよ。ボーリングいいね。うわ、ほんまや。なんかみんなでボーリングやりたいな。あー行きてえな、ボーリング。珍しくしてないわ、ボーリングなんて。てかやりたいこといっぱいあったじゃん、俺たち。なんかえドライブかなってるよね。確かにこれ今
なんか一個飛び抜けた知識欲しいな、なんか。俺もめっちゃ思ってそれ。なんか資格取ろうかなと思った。何やりたいんですか？卓球。卓球研究部。やばい。全然資格ちゃうやん。なんかでも自然多いな、マジで。どこ見ても山あるもんな。見て、この乾ききった川を。うわ、すごい。赤い毛ぐらい乾き切ってる。もうね、今頑張ったな。眠い中。お前言うなよ。頑張ったな、今。距離も長いことやし。うん。じゃあ話しましょう、いっぱい。新規の人とかが見てくださった時に、このチームでどうやってできたんって多分思うやん。思うね。だけど、この4人のその、慣れ初めじゃないけど。だ僕たち4人は、プロデュース101ジャパンっていうオーディションに、うん、出演してて、うん、一応はね脱落してしまったんですよね。うん、そうね。で、なんやかんやりまして、うん、4人になりました。めちゃくちゃ省いたね。まあでもあれよな、一回俺らはオーディションであれ落ちちゃったから ね。それが共通点だから。確かに、ね、かマジどうしたらいいか分かんなかったもん、あの期間。ほんまにな。そんなんだ。でも俺が言っちゃなかったからさ。マジで何してたん逆に。ハハハ。ごめん、今ハハハとか言っちゃった。そう、そう。でもそれはもう、でも一回さ、カツくん。聞きたいのはそのカツがその間何してたの。確かに、あんま喋ってないじゃん、喋ってないじゃん、そこの部分は。いや、僕は、その、落ちて、うん、まあ、いろいろ親と話したんですよ、落ちちゃったなっつって、うん、でまあそのプデュが僕の芸能界目指す最後のチャンスって僕の中で決めてて、うん、でまあそこでデビューできんかってももう終わりにしようと思ってたんですよ。はい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 。そうで、まあ、反対してる親戚もいたんで、もうほんまにそうですね、なんか何したらいいか分からんかったんが正直でした。やって俺が落ちてる間にもまだ頑張ってるみんながいて、もうなんかめちゃくちゃ複雑 でマジでほんまに辛かった正直。うん、番組は見てたの、その間は忘れたくて考えたくなかった、もうほんまに。そうね、まあそうなるよ、ね、しかも初回落ちなんかもう未来ないと思っとったからさ、もうほんまに終わったわと思って、就職せなあかんなってめっちゃ思った。だからこそ、もう全部忘れたいと思ってた。じゃあ今振り返ってんのも嫌だ。いや、逆に感慨深いです。あ、当時そんだけ思ってたのに、はい、まさか振り返る番組ができるなんて、はい、だからこういう形で振り返れてるのがお前幸せだなと思います。まあ、オーブだから。そうそうそう。なんかやってなかったの、そのあれラップを書いたりとか。そもそもその業界に戻るかどうかは別に、あ、もう戻らないと思ってたけど、はい、でも、まあ、自分の中ではね諦めきれないなと思って、もう結局その就職することになっても、うん、なんかまあ趣味でもいいから自分の曲作ったりしたいなっていうふうに思って、うん、まあなんか遊び程度ぐらいで曲書いたりはなんか頭にはしてましたね。うん、なんかそれはもうなんか何やろ、自分の何やろ、慰めじゃない、自分で自分を慰めるじゃないですけど、うん、まあ、気休めになってたか。それがあの大ヒット曲へと繋がったわけですね。いや、まだ何もないのよ。何にも出てないし、曲になんかできないのよ。もっと気合い入れないと。失礼します。まあ、今はほんまにオーブになれたからこそこうやってね、話せてるんですけど、俺らもさ、うん、まあ番組終わって落ちて、まあ進路めっちゃ悩むじゃん、うん、かつは今就職悩んだりするけど、俺らはどうしようと、まあ特にフミヤとはね毎日ね LINE してたところ。へえ、そうですね。ちょうど次の日フミヤがかつとご飯行くっていう。そうそうそう、ちょっとあの韓国料理行った時な。そうね。で俺は別にさ、かつと仲悪いわけじゃん、普通に仲良かったけど、うん、なんかあんまり深くはね絡めてなかったから。やし、まあ僕の方が圧倒的にさっき落ちたんでね。番組内で会う、そうそうそう、会う機会がもう韓国の時なかったから、なんか、まあ、じゃあちょっとカズと話してみたいなとか、うん、でそこ多分そこきっかけで4人が集まるようになったよね。なったね。まあ俺はもう言わずもがなんで、もうここにいたからね。そう、お前は仲良かったからもう。
通に海谷とはもともと仲良いし仲良かったし、コウスケ君とも反逆からずっと仲良かったからなんかくっついてきたおい、なんでだよおまけみたいになってそうそうでも今となってはね、もうオウムのもう要ですか。いや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 、全然です。俺は35位で俺ファイナリストに残るあの結果発表やったじゃないですか、20位の。あん時は実際ね、前の順位から想像して今回はもうさすがに落ちちゃうんだろうなって思ってたから、なんかさっぱり諦めきれたのよ。フミヤがさ、もともと仲良くてさ、あのファイナリストに行けるか行けないかみたいな感じだったじゃん。俺はフミヤを応援した、あん時。なあ、もう俺は実際あダメだろうなと思ってたから、あんまりそのな涙もなかったかな。あ、もう覚悟してた。うん、もう覚悟してた。心構えができてたって。うん。どこかね、ないかな、俺の中でないかなと思ってた。うん、一つでも上だったら。そう、嬉しかった。で、バン出て最初の前言われました。俺ビリかいって思ったよ。あんまそこを自分で自虐する人いないから今だから言えるけどね、オーブになったから本当に今だから言えるよ。あん時、お前だから言えるよ。あん時マジでね、もううわーって思ってたよ、まあ、うわーで申し訳ないなと思った。ファンのその見てる人とか親とかにも申し訳ないと思った。いやマジで見てるわけじゃん、ギャオで。そうで、でも自分のせいだからそれは、うん、それはだから35位だからね、ビリって言っても。そのまあだからそうだけど、その中で言うとね、まあ受け止めてどんどんなっていくつにつれて、フミヤもう全然呼ばれなかったじゃん、あの時。そう、うわフミヤこれはいけいけと思ってたよ途中から自分はあの今まで滑り込みで残ってたからさ。そうだね、最初はあの何57位で60位まで残るところ、うん、次35人のところがさ34位で通ってたからさ。うん、そうね。だから今回もじゃあもう20位でじゃあもう狙おうと思って、チロッとでもフミヤの顔見てるとすっごい真剣な顔してたからさもうこれ20位狙うしかないなと思って。そう、でもそこの方がでも相当悔しいんだろうなと思った俺は。逆にしんどいよな。うん、まあ語っちゃったけど、語っちゃったけども、なんかそういうみんな辛い思いして今オーブになってるから。いや本当にね、これからね気持ちはマジ強いなんか、そう他の辛いことがこれからあっても乗り越えていきたいよね。いきたいよね。この4人なら何でも乗り越えていけるぐらいの気持ちを持って。懐かしいわ。確かに1月とかさ2月とかこういう話ばっかしてたよ。してたな、ほんとずっと話してた。うわーしょーい、うわーうわお前下に伸びんなよこれお前普通伸びは上に伸びんだよなんでこう下に伸びんだそれ気持ち悪いからやめろって。だからこれいつも注意してるんですよ。もうちょっと休憩したからすっきりしたな。すっきりだね。助手席初です。どう、確実に助手席の方がいいわ。なんで。いやあの景色がまず違う。そうそうだろ、前の運転が真横で見れるっていうのがいいっすわ。あじゃあもう勉強しとき。そうっすね、いつかは絶対すんやから。右に曲がるときはこうやって右回転にハンドル回すんですよね。お前本当に受かったの。え、お前オートマだっけ。俺 AT っす。AT って自分も運転してる感じやってみ。そうそう運転してる感じになるわ。おお、そう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 。ダメダメダメ、もう事故って。左曲がるから左曲がるから、これに合わせてやってみ。これに合わせてやって。もう落ちてる落ちてるもう向かってるわマジで。おドドンパ見て、うおお。ちょっと風受けてるよ。めっちゃおおおお後ろに引っ張られてる今ドドンパじゃなくてドドンパやってる。ビビンバみたいな。いやちげえよ、美味しくなってんのか。もモモンガとか。いやヤマンバみたいなどんなすごい髪の毛ボサボサそうマリンバとかあんま聞かない楽器だけど生きていく中であんま聞かない楽器よね、マリンバそれの上位互換だから。マリンバ進化みたいな。え進化みたいな。そう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 、こういうやつ。カリンバって何？
全然聞いたことない。マリンバ知らないですか？そう、聞いたことない。楽器、横の川めっちゃ綺麗じゃん。やば、確かになんか透き通ってる。え、ちょっと待って、どこかが分かる。俺なんかね、嫌な予感。俺ちょっと分かっ、わ、なんかね、嘘、何何、なんかすげえなんか険しいんじゃない、足が。あー、そういうこと。細かったりとか、ゆらゆらしたりとか。でも、名前的に夢の架け橋だから、もう綺麗そうなイメージしかないのよね。ラストのフミヤの橋がね。いや、ほんとっすわ。どんななのか。うわー、楽しみだな。コンプリートできるかな。もうラストだしな。ラストだよ、マジで。夢の架け橋ある。嘘やん。何、10キロ。何、見ちゃった。今書いてあったわ。書いてあった。夢の架け橋、10キロってなんですか。10キロってどんぐらいですか。結構遠いな。あ、結構遠いんですか。時速140キロで、だいたい一歩が1メートルくらいだと考えたら。そうですよね。キャンプで。走ったら10分ちょいぐらいじゃない。お前、早っ。爆速じゃん。夢の架け橋の、いい名前だな。だからもうすぐ着きそう。でもなんか風情あるところ行きました。うわ、すごくね。お世話です。さあ皆さん、はい、はい、今架け橋に行く途中ですが、途中なんか、なんか皆さん今日朝からずっとやってなんかないですか。え、お腹空きました。え、お腹空きました。いや、こちら。うわ、何？マジで？せーの、じゃん。激うま名物のお蕎麦を食らえ。うまそう。名物のお蕎麦。食べていただくんですが、いいって、ちゃんと食べれる人は2名です。うわ、もういいって。でもなんかもう分かんない。もうええて。なのでまた恒例の。もうええて。なんか今回負けそう。そろそろ2連続勝ってるから。勝っちゃってるから。順番だけ決める。もうええて。最初はグー、じゃんけん。はい。じゃんけん、最後じゃんけん、はい。1番だ俺。よし。3番だ。2番。それではおさせていただきます。まあさすがにね、うん、そろそろかなって思うんですけど、ギャンってやったら面白いね。当てます。シンプルにお腹が空いたんでお願いします。え、弱っ。ここまで来たら、ここまで来たらなんか俺全部勝ちするわ。リベンジさせてよ。ないよそんなの。いいですか。でも僕はもうこういうの迷いなく行くんで、もうここで一回降りて、シーンの3回目、はい、僕迷いなく行きます。僕も3回目もこのまま食べます。あー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 、昨日の真逆になりましたね。もうこいつあーくっそ。お待たせしました、わさびそばです。うわ、はい、どうぞ。ありがとうございます。わさびのね、根と茎と葉が乗っております。根と茎と葉。お前こんなん歌っとるやん。美味しいですよ。よく豪快に混ぜてください。豪快に混ぜて。うわ、ちょっとピリ辛そうなとこもまたいただきます。いただきます。いただいちゃおうかしら。じゃあいただきます。いただかないでよ。うわ、うわ、豪快にすすって。うわー、うまそう。あれ、どうした。最後これから出るやん、最後。いや、マジでなんかわさび、わさびなんですか。え、ちょっと思ってるわさびじゃない。辛い、優しいわさび。そばとわさびが優しいんです。いただきます。フミヤは初めてやもんな、買って食うの。いや、本当ですよ。もうようやく念願の。優しいわさび。待って、ここでうまいわ。もうここでうまい。
うわー、匂うだけでもいいから匂いたいな。もう食ってる姿からね、うまそうな。あー、ツンときた。あ、ツンとは来るんだ。うまい。あの、今まで僕が食べたことあるお蕎麦の中で一番、僕今までうどん派なんですよ、結構うどん派だった。あー、蕎麦派になるぐらい美味しい。うん、なんか全然さ、分からんからちょっと食べていい？いや、もう全然ダメですよ。分からんすよ、俺たちで。まあ、ちょっと食べてみれば分かる。今までも負けてもご飯ありましたよね。はい、少しね。今回もご用意させて。あ、よかった。まあちょっとはな。ちょっとあるね。お、来た。お待たせしました。そう、器を一番ない、いつも。はい。わさびそば、そば抜きでございます。わさびやん。わさびやん、そんな。それ、え、昨日のお昼ご飯が、ほうとうのほうとう抜きだったんですよ。麺の麺がないのなんか具しか食べてないな、いつも。なんか野菜っぽいよ、でも見た目。俺ね、気持ちが出ちゃうから。結構わさび好きなんですよ、あのお寿司好きなんで。わさび結構つけて食べるんですけど、いただきます。でもやっぱ彼ら見ててもそんな辛そうではないんで、そんなに。いただきます。え、待って。え、そんな辛いんかい。え、待って、水欲しい。いいっす、いいっす。え、マジで辛いやん。え、ちょっと待って、同じやつ、同じやつ食べて、食べて、辛いって。辛っ。え、辛いよな。辛っ。え、辛いよな。これにそばつけて食べてんの。え、ちょっと違います。え、何そ、あんま全く一緒。そばがいい仕事してんのかも。こういくぐらいいっちゃいますよ、うん、確かにそれがいい。うん、辛っ。ほんに辛っ。え、辛いよな。でもうまい。あー、待って待って、どうぞどうぞ。カルラ、なんかいつも麺の上に乗ってるやつばっかだ。最高でした。あ、カルラ。いっちゃー、辛いな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バチクソうまかったっすわ。ありがとうございました。めっちゃ辛かったです。じゃあ行きましょう。はい、はい、ゴー、レッツラゴー。行ってきます。ゴーゴー。よし、最後青ゲットしてみんなでいいゴールをしたいと思います。今危なかったって思ったけど、もう一個上がってたらもう。 え、すごい。うわー、え、綺麗。何あれ。え、めっちゃ綺麗やねんけど。めっちゃ綺麗な青、それに。すごっ、めっちゃ綺麗。こんなとこあんの。え、待って、何あれ。吊り橋だ。吊ってんな。吊ってんな。架け橋と吊り橋で全然違うから。もしかしてこれゆらゆら揺れるタイプ。そう。うわお。さあ、もうすぐでかな。綺麗やな。マジすごいね。マジで綺麗やな。めっちゃ青。なんか日本にこんなとこあんねんな。ね、すげえ。なんでこんな青い。マジで。待って、マジで揺れそう。揺れるだろ絶対。待って、えぐない。レッサーはバカだね。マジで釣り橋やん。俺初めてやねんけど、釣り橋なんか。でもこれさ、行ったらさ、行った先に何があるんだろうね。え、めっちゃ高いよ、なんか上人いるよ、ほら。え、どういうこと、どこまで行くの。でも行って帰ってくるってさ、そんなさ、オーブロードのスタッフさんがそんな。海や。僕は勘ぐっちゃいますよ、さすがに。いや大丈夫よ、あそこ行ってクリアよ。渡ってクリアですか。でもこれ戻ってこれるんすか。これなんです、一本通行です。あ、そうなの。ハーフ。一本通行だったらお前。あ、じゃあ帰る泳ぎ。ハーフ。確かに。よしゅーた、俺打っちゃう後ろ嫌やねんけど。なあ、しゅーた。おい、青ですね。お前さ、ちょっと待って、マジで怖いかもしれん。うわー、怖いね。お願い、お願い、ちょっと待って。すごい、すげえ怖。うわー、すげえ。ちょっと、ちょっと、おい、なんで、なんで、なんで。ブルブルする、ブルブルする。あ、ほんまにやめて。うわ、怖。怖。すごー。おー、あ、でも怖いわ。あー、怖いわ。ちょっとあんまやらせないで。全然ね、怖いの。うわ、ほんまや、待って。変な感じ。めっちゃ綺麗。怖い、怖い、怖い、怖い。当たり前やって。後ろに目ついてへんやん。怖い、怖い。
怖いに決まってるやん。怖っ怖っ。うわちょっと待って、どこ、こっから下に落ち、うわ怖っ怖っ。ちょちょ、ゆらさん取って、せーの、オーブが大活躍できますように、ね、せーの、オーブが大活躍できますように、お願いします。夢の吊り橋で青ゲットだぜ。全種コンプリート。なんか下見ると怖いわ。そう、下見たら変になる。下見ない方がいいんじゃない。怖っ。なんかここの方が落ちたらやばそう。ここが落ちたら死ぬような。真ん中より。あ、揺れるな。これです。ようやくこれでみんな揃ったんじゃない。確かに。で、めっちゃ揺れたわ、橋。うん、怖かった。ちょっと怖かった。なんかブルブルする声って。そう、やっぱ出しただけでもブルブルする。行くか。頑張りますか。ちょっとまたここで終わりじゃないの。もう階段はいいよ、ね、階段は。また階段やで。また階段やで、ほんまに。ほんまに。噛み締めよう、でも。行くで。俺らは多分階段グループだ。階段グループ。一歩一歩、人生も一緒。階段だよ、一歩一歩。進んでく。出したな、はい。まだ早いです。あ、ごめん。はい、ごめんごめん。まだ早かった。はい、いいです、いいです。ほな、行こうか。おい、何、うーわ、また階段やで。俺らさっき1000段ぐらい行ってるから。だからこそ、いや1000段プラスのこれなんですよ。行ってるからじゃなくて、そう、それ行ってるのになの。からの使い方間違えてます。1000段行ったから300は余裕じゃないの。1000段行ってるのにね、まだあるだ、足すになるよ結局。そう、1000段行ったからっていうのは1ヶ月後ぐらいです。そうです。でも頑張ろう、多分。マジでポジティブ。何があったな、なんか生まれ変わってんの。よし、行くぞ。あれ、なんかおかしいな。なんか俺と結び方に橋が怖すぎたんか。まあ行くか行くか。なんかおかしくなっちゃった。一歩一歩、人生も一緒。なんでどこにも階段があんの。確かに。さっきの千何段よりさ、険しい。疲れない。まあの階段評論家から言うと、これもまたいい階段ですけどね。階段の方が全然だから。待て待て、名前見て、名前。クロウ坂。またいい坂だな。クロウ。苦労してたどり着いてます、クロウ坂。やれやれどころだって。やれやれでしょ。実にやれやれしてる人である。じゃあ行きますか。怖いよ。え、着いた。待って。うわぁ、くぅ。オールロード、てっぺんにかけられ、ヒット祈願の旅。はい、終わりました。終わりました。ミッション形式でこうやってクリアしていく形式で4人でいろんなスポットを巡れて、すごい初めての経験、すごい楽しかったし、うん、記憶に残ってるのはどこも階段が多いってことです。マジでどこのスポットにも階段が異様にある。でも足腰が鍛えられてさ、うん、そのパフォーマンスにもこの足腰で活かせられるかなと思って、本当にそれぞれのそのパワースポット巡って、歴史とかその由緒みたいなのもこう体力とともに一緒に学べて、まあ自分たちの人生観も広がったんじゃないかなって思います、はい、みんなそれぞれやっぱきつかった場所が多かったと思うんですけど、多かった。でもそんな中でもあの要所要所にそのカラーらしさ、なんかそれぞれのスポットらしさみたいなのがなんかやっぱりあったりして、なんだろう、やっぱみんなのそういった個性なんかもまたそこで新たにね、新たな一面も得ることができたんじゃないのかな、勉強することができたんじゃないのかなみたいな、うん、って思いましたね。まあ本当に辛いとこいっぱいあったんですけど、4人で
一緒に乗り越えたっていうのが僕の中ではすごいいい思い出だなと思うし、なんか本当にすごい経験になったなと思うし、本当にこう階段がいっぱいあったんですけど、なんか本当これからもどんな、なんかやつもみんなで登っていけたらいいなってすごい思ったし、俺らだったら登っていけるんじゃないかなって改めて強く感じた、ロケだったかなってはすごい思ってます。確かにおもろかった、はい、あと個人的にはグリーン担当に一時期なってたんですけど赤に戻れてよかったなって思います。確かに真っ赤ね、はい、こんにちは、オーブです。はい、僕たちのウバウバが発売しメジャーデビューから1週間が経ちました。はい、はい、CD を購入してくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。メジャーデビューしてみてどうですか？俺はまだあんま時間が湧かないかな。ここでちょっとみんなでね気引き締めてまたしっかりいこうかなっていうふうに僕は思います。はい、そうね、あの楽曲以外でもこれからいろんな自分たちを見せていけたらいいかな。はい、これからももっともっとキューブの皆さんに応援してもらえるようなアーティストになりますので皆さんぜひ応援してください。はい、それではオバウバの中からソフィーのイメージビデオのメイキングの方を、はい、いきたいと思います。はい、せーのでいきますよ。いきましょう。せーの、どうぞ。ネイルしました。かわいい。初めて。サノブルー。サノブルー。来ました。僕とかつくんだけど。待ってます。こんにちは。今日をご覧の皆さん、こんにちは。オーブです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 。今、実はですね。オーブです。ゾーピキーの MV の撮影をしています。イエイ。ドエモっすよね、このナイロンブルからしてナイロンさんにご協力いただいてます。以上、オーブでした。閉めちゃってるの、いきなり出てきて勝手に閉めるやつ。ふみや、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 ダメっす。若者は肉、肉で攻めめしよう、銀鮭。そっち行くの？エビ天に決めた。これは何なの？迷いますよね、やっぱご飯って大切だから。オーブで意外に一番食べるのが僕なんですよ。じゃあ僕はこのアベンジャーズ。アベンジャーズ、はい。美味しそう。美味しそうですね。いただきます。4つ目です。何で今からそれ全然食えないんだ。何が手にしてるんですか？俺がかっこいいかどうか。あ、大事。まあ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 かっこいい。いや、感じてますよね。絶対熱いっすよね。分かってます。マジで熱いっす。熱いんであげます。ありがとうございます。ちょっとタンクトップ姿すっげえ恥ずかしいですよ。恥ずいなぁ。いやでもなんだろう、嬉しいな。
そう、なんかタンクトップで撮られてるっていう。終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。あっち楽しかった。お疲れ様です。ありがとうございました。終了です。やったー、ゾウピキ。楽しかったかい。ゾウピキ終了です。お疲れ様です。せーの、オーロー。うわー、コーンですね、コーン。コーンコーンです。みんなで出よう。これちょっと引っ張ってる。自分のパワースポットだから。まだ登る。おい、おい、てーってマジで。これ全部これやんの。ゲットだぜー。オーブロードの皆さん、こんばんは。オーブローです。オーブロード、ありがとうございました。ありがとうございました。オーブロード見ていただきありがとうございました。皆さんどうでしょうか。今のお気持ちは、楽しかったでしょうか。少し寂しいでしょうか。僕たちまたすぐに戻ってこれたらなと思っておりますので、今回のオーブロードで皆さんが楽しかったなと思うところをまた僕たちにいろんな形で送っていただけたら、教えていただけたら嬉しいなと思います。またこれからもよろしくお願いします。はい、オーブロードをご覧になってくださった皆様ありがとうございます。もうオーブとしての活動でこういうロケっていうのはすごく初めてだったんで、こう僕たちのいろんな面を見せれたんじゃないかなと思います。はい、僕たちもまたねこういうことができればすごく嬉しいなと思ってます。ご覧になってくださった皆様ありがとうございました。中川でした。やお、前後は見ていただいてありがとうございました。面白かったですか。そうですよね。僕もリアタイ、ほぼ全部リアタイで見たんですけど、すっごい笑いました。そうですね。これからこの僕たちのわちゃわちゃ感を、アーティストの面とはそのギャップをね、これからもやおのようにたくさん見せていければいいなと思いますので、これからも引き続き応援お願いします。はい、オーブロードご覧いただきありがとうございました。今日で最終回ということで、ちょっと僕たちも寂しい思いがあったんですけど、こうやって楽しいロケを、メンバーみんなと、そしてスタッフさんたちとこうしてできたこと、それを皆さんに見てもらえたことがすごい楽しかったです。これからもこういった番組オーブとしてもねやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの協力が必要だと思います。これからまた、ご意見ありましたら、ぜひぜひ楽しんで見てくれたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。今日でね、まあ、さよならではなくて、そうですね、また会いましょうという気持ちで最後にお別れの挨拶したいと思います。はい、それではせーの、また会いましょう。